隣に誰が住んでいるかもわからないし、避難、埼玉県に避難している人がいるのかどうかもわからないっていうような情報が結構ありまして、でそう思ってらっしゃる方がたくさんいるんだっていうニーズが分かったんですね。ならば埼玉県に避難している人同士、近い人は寄り添って少しでも情報交換ができる場があればなっていうことで、ポツポツと避難なさっている方たちって情報も足りないし、支援の量ももちろん足りてないし、喋りたい量も足りてない、とにかく何もかもが乾いた感じっていうのを受けましたね。車がなくて参りました。これが一番困っていますね。今まではね、何では買い物でも何でも便利が良かったんですよ。今の埼玉のここでは便利はいいんだけれども、車がないから自由に買い物に行けない、それで困ってます。そのどういう人が来るのかな、何人ぐらい集まるのかな、ね、顔を見れば分かるのかななんて思いながら待っていましたけれども、今日は人数が少ないんだけども、スタッフの方がね、いろいろとお話に混ざっていただきまして、本当に今日は勉強になりました。はい、ありがとうございます。今回は2回目、何人来るのかなと思って、心配しておったんですが、幸い皆さん元気でね、私数えたらば、いわゆる私のような人が8人ぐらいいたしね、スタッフもいっぱいいたから、いやだいぶ助かりました。こういうあれだったらね、次回も参加したいと思っております。毎月毎月開催することで認知度を上げていって、でより多くの方たちが横のつながりが持てるような交流会にしていきたいですし、で私どもの方で全てを賄えるわけではないので、周り の, NPO さんたちにもご協力を仰ぎながら、各地で交流会が開催できて皆さんとのつながりが円滑になるように進めていきたいと思っています。同じソニックシティですけれども、今度はキーボードとかを入れて歌なんかも入れた交流会になります。Thank you.